さあ今夜10時、あの大奥が20年ぶりに小芝風花さん、亀梨和也さんの共演で木曜劇場に帰ってきます。風花さん、今回の大奥イメージなんですけど、やっぱりドロドロなんですか？もちろんドロドロもあるんですけど、はい、結構切なさが際立ってる作品になってます。その新しい大奥で風花さんが演じるのは公家の磯宮智子、はい、どんな人物ですか？10代将軍 の、うん、家春に政略結婚させられるんですけど、はい、とても心のまっすぐな優しい女性です。あ、なるほど、はい、で亀梨さんはその結婚相手10代将軍徳川家春、はい、どんな将軍でしょうか？もう特に序盤は、うん、冷たく蛇のような目をしているという、何を考えているのか一つと一つの行動がちょっと読めないという、まあ、これが終盤に効いてくるような、はい、なるほど、役どころになっております。